ドラゴンクエスト9、星空の守り人、実況者は DL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。ほう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 。いろいろ決められるんだね。ではね、早速やっていきたいと思います。慎重だね。これ高くても低くてもあんまり変わんない気がするんだけどな。髪型、なるほど。悟空タイプか、クリリンタイプか、人造人間16号タイプか、これわかんないな。トランクスタイプか、ベジータタイプか、これいたっけ？王子タイプだな。これもわかんねえな。これは、あれか。成長したトランクスか。なるほど。じゃあ、安定のベジータでいくか。ピンクすげえな。金でいくか。顔ベジータあるだろ、どっかに。どれだ、これだ。違うかな、魔人ブー。ん、これ誰だ、わかんない。ん、これもわかんない。これベジータか、ちょっと違う気するな。これ誰だ、これチャオズだな。これはトランクスか。これは誰だ、わかんない。これはあれだ、プーアルか、プーアルだ。これは誰だいたっけな、こんなの。これが悟空ですね。じゃあこれかな。肌は別にこれでいいと思うな。目の色か。ベジータって何色だった？黒だよね。いや、わかんない。あのアニメの方の記憶がないから。じゃあ、まあ、とりあえずこれにしとくか。で、名前か。はい。皆さんぜひね、名前だけでも覚えていっていただけたらなと思います。DL でダルと申します。ダルという名前で活動しています。ぜひ名前だけでも覚えていってください。終わる。よし、じゃあ早速ね、これでやっていきましょう。若干、荒いのはこれはなんだ？何かを変えないとダメなのかな、設定を。あ、ポイントによっては下画面も見せていかないといけませんね。今真っ暗だから大丈夫。ドラゴンクエスト9、星空の守り人。やっぱ空なんだろうな。空が主軸となってくるんだろうな、きっとな。なんか妖精みたいな姿に変わりましたよね。羽生えたもんね。一体何なんだ？そうだ。完全初見でお送りするドラゴンクエスト9の実況となります。ドラクエシリーズももう4、5、6、7、8とやってまいりまして、9だから4、5、6、7、8、9、5、6タイトル目？えぐいわ多分実況で6タイトルやりきってる人はいないんだろうな、まだ。まだいないだろうね。本当はね、ドラクエ10やりたいんですけどね。10まだできないんですよね、3年経ってないから。三年縛りっていうのをね、自分で考えて始めたわけなんですけど、これ下から見せないとダメだ。今こんな感じになってます。左右に見せるか。右が下ですね。今んとこね。はい。三年縛りっていうのをね、立てたせいでね、本当にできなくて、自分の首を苦しめてますね。天使であるよ。よく頑張ったな。私に代わりこの村の守護天使を任せた時は少々不安ではあったが、お前の働きにより村人たちも安心して暮らしているような。立派に役目を引き継いでくれて、このイザヤール死としてこれ以上の喜びはない。これからはボルロ村の守護天使であると呼ばさせてもらうぞ。なるほど。ん？お。ふふ、歳は取りたくないもんじゃ。苦労かけるな、立花や。お父さん、それは言わない約束でしょってやつだね。そんなに古臭くなかった、リッカちゃん。若かった。おー、スライム、スライム。ビーンソルジャー的な。違うな。これ豆じゃねえな。キューカンバーソルジャーかな。俺はキュウリに見えるんだけど、これが。むむむ、これはいかん。さあ、ウォルオ村の天使であるよ。我らの使命を果たすときだ。助けてくれるのかな？モンスターと戦う役目なのかな？守護天使っていうのは。文字通り守護天使なんだね、多分。
珍しいね、こんな下画面だけでこうやってあれするのは。あんまないパターンだよね。はい。こんな感じです。これ、下画面も見せた方がテンション上がるっしょ。どっちがいいんだろうね。皆さんにちょっと聞きたいわ。上下画面表示で、上下比率がまずこういうの、あ、これが50、50で、66、33。75、25ってあります。はい。普通の戦闘は75、25くらいがいいのかな？そんなに下画面見てもって感じするもんね。じゃあこれでちょっとやっときますか。まあ皆さんのいろんな意見を聞きながらね、決めていきたいかなと思います。まあ臨機応変に行きたいかなと。あと変えられるもんは、まあ余白を入れたりとか、左右行けますよね。左右行けますよとかぐらい。うん。で、今は多分これぐらいがいいかなと思うんだけど、とりあえず攻撃してきた。ズッキーニか！なるほどな。簡単に倒せるものかね、倒していくのがね、うん。雑魚戦の、簡単に終わらす方法なんですよね。倒せるやつか倒していくんですね。おぉ、こいつ強えな。イザヤール、さすが死っていうだけあるね。あ、すごいね。こんなにこう、画面が変わるんだ。ドッキッソ。薬草。やったね。まあ、戦闘は変わらないんだね。よかったよかった。ちょっと難しい戦闘とかになってたらどうなるんか、ちょっとヒヤヒヤしてたけどね。ドラクエ8とさほど変わんないか。あ、見えてないんだ。あ、でも守護天使っていう存在は知ってるんだ。人間たちの我らへの感謝の心が結晶となる。その星のオーラを天使界にある世界中に捧げるのもまた我らが使命。へぇー、イサヤールさんいかついね。坊主でキリッとした顔って結構いかついよね。高校球児だな。高校球児に見えてきた、なんか羽の生えた高校球児だ。やばいな、これから甲子園行くくらいの目してるよね。キラーンしてるもんね。また下画面展開か。あ、これ世界図か。あ、違うな。全然銃じゃん。これもしかして全体が木？テリワン的なノリで？あ、違うね。これが世界図だね。一番上にあるんだ、世界図が。よく育ったな。綺麗なところ。おお。さて、地上から戻ったら長老オムイ様に報告するのが習わし。長老の間にいらっしゃるはず。別の用事があるから私は先に行くぞ。甲子園でまた会おう的な。甲子園引っ張ってきます。おー、すげえ。地図が。長老の間、長老の間。あー、この階段下るときのコート変わんねえ。お、これは、すご、まさか、壊せ壊せ。よっしゃ。これは宝箱、開けれた。いやー、壺とか樽があるとどうね、壊したくなっちゃうんだよね。コマンド？いや、この、今作、袋を育てら、調べられないらしい。これ、長老の間じゃない？違う？鍵がかかっているか、そうか。あ、盗賊の鍵って感じはしないから、最後の鍵かな。長老の間、探してるけど、どれだろう？これか？違うな、長老って感じしないもんな。ずっと弟子を取ろうとしなかったイザヤールが自ら選んで弟子にしただけのことがある。やばい、高校球児として育てられそうな気する。怖いわ。怖いわ。どこ？あー、了解、ありがとう。こういう時にね、ちゃんと人の話聞くとね、
教えてくれる優しさがあるからね。自分ほんと人の話聞かないんですよね、 RPG の実況してるときは。だからフラグ立て系はね、ほんとに迷うんだよね。わしが超天使界の長老オムイじゃ。守護天使としての地上での初めての役目、ご苦労じゃったな。とはいえ、今まではイザヤールに同行してもらったのだったの。じゃが、これからはそうではない。どうじゃ、一人でもやっていけそうかな。はい、もう余裕ですよ。 RPG 超得意ですから結構結構若いもんはそれくらいではなくてな。さて、ではそんなダルに次の役目を与えるとしよう。次にお前がなすべきは、天使界の頂き世界中にオーラを捧げること。木はやがて育ち実を結ぶであろう。了解。じゃあ世界中とやらに向かいましょう。上の上まで行けばいいんだから。ガッツポーズ。階段そこにあるっすよこれ。あー、これ階段じゃねえんだな。結構ね、移動が早くて嬉しいですね。もうちょっとトロトロ歩くのかなと思ったけど、これは助かりますね。階段どれだ、これか。あ、違う。これ行ったな、さっき。この人教えてくんねえかな教えてくんねえか。どうやったら世界中行けるかな。光あれ。なんだ、回復？おー、ありがとう。この地図のせいで逆に見分けがつかねえぞ。外、これ外出れるか。お、出れそう。いけない。反対側いけるかな。なんか世界中近そうな気するんだよね。あ、扉あるんだ、やっぱり。あ、回せんじゃん、よく見たら。あ、でも、回せる角度がね、まあ、45度程度だね。これ出れないよね、これ。ダメだね。これまだわかんないよ。ここの先行けるかも。行けないね。なるほど。あー、変わらない。この BGM が変わらないのは嬉しい。間違えて B 押しちゃった。じゃあ今回はここまでにしておきますかね。パート1ご視聴お疲れ様でした。次回パート2もよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。